Hola. こんにちは。メキシコ大使館のポッドキャストメクスハポンにようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどを紹介します。お楽しみください。1964年の東京オリンピックの聖火は1968年のメキシコシティへ引き継がれました。このメキシコシティオリンピックでは体操、男子サッカー、レスリングなど様々な競技で日本選手団が活躍しました。中でも女子バレーは銀メダル獲得の強さを見せ日本中を沸かせました。今回は68年メキシコオリンピック女子バレー代表選手団のセンター兼セッターそしてキャプテンを務めた高山鈴江様、同じく代表選手団レフトを務めた福永幸子様をゲストにお招きし、オリンピック中のチームの様子そしてプレーオリンピックの期間を含めたメキシコでの思い出についてお話しいただきました。はい、本日はありがとうございます。こちらの、はい、1968年メキシコシティオリンピック女子バレーボール代表キャプテン、はい、高山様ですね。高山さん、お越しいただくとお安くはありがとうございます、はい、そして同じく68年メキシコシティオリンピック女子バレー代表、その福永さん、はい、福さんお呼ばせていただくことになります。よろしくお願いします。お願いいたします。今日ここに持ってきてくださったものが、まずこれが銀メダル、銀68年のオリンピックで取ってもらえた銀メダル。でこれはプレオリンピックで全年齢で47年ということで、今日は女子バレーについてお話をさせていただくんですが、ちょっと歴史を遡ると1964年の東京オリンピック、はい、あの時に初めて女子バレーボールが競技として初めて、そう、はい、ですよね。そうですね。で、その時はもうまさに女子バレー大活躍で金メダルを取って、特にメディアなんかでも東洋の魔女、なんかもう日本中がまさに生き返った。もう本当にそうですね、はい、でそれから次4年後、次の夏季オリンピックがメキシコシティだったわけなんですが、68年皆さんが代表として、高さんをキャプテンとしていただいて、はい、まさにその64年から女子バレーブームに世間が湧いている中、日本中の期待と、はい、ある重圧がかかった中、メキシコの地を68年、はい、7年もアップデートいただくという話が、どのような気持ちで日の丸を背負って戦ったんですか？で意外にこう親善試合とかいろいろ外国も回ったりして、いた時は本当に負け知らず、もういつでも勝ってたっていう。で、今度、よし、オリンピックもそんなもんだろうという感じで、もう乗り込んでいったんですけれど、やっぱり日の丸が、もう、重くて、っていう、それが、なんだかわからない。よくオリンピックって魔物がいるっていうようなことを言いますよね。本当にね、なんかそういう、のめり込まれたっていう。で、私が、東京オリンピックの時、高校3年生、その4年後にキャプテンですよ。何にもできない人が。それで行ってでしょ。だからちょっと飲まれましたね。そんな感じが今思えば。もうだからちょっとね、そのオリンピック4年ごとにね、蘇ってくるんですよ。本当に。そう。そう、4年後になると。東京オリンピックで今度、そうです。そうです、そうです。うん。だから、まあ、でも今になったらね、いい思い出。うん。苦しかったけどね、嫌なことはね、みんな忘れてるんですよ。本当に。それがやっぱり、こう、年を重ねてるってことなのかなと思うぐらいね。うん。もう私たちからすれば、この目の前にある。銀メダルをオリンピックで取るということ自体が世界で求めていることですから、我々からすると快挙だと思って、我々は今回参加させていただいているので、正直今お二方からこの当時の正直な感想を聞いて、かなり驚きが私としてはあるんです。ただ年齢的にやっぱり東京オリンピックの時は葛西さんという名キャプテンが
もう30超えてらっしゃいましたよね。でも我々のタカと私も同年齢なんですけれど、もう23から4の1、21よ。24だった。1。21。そうよ。21。私高校生で。うん、あ、そうだね。2つ。でも一緒だから。年齢は一緒だから。2年ですけど少ないけど、やっぱりそういう若さから来る、プレッシャーではないんですけれど、やっぱり経験不足と精神的な、その、勝たねばならないっていう、その、東京オリンピックが金だったんだから、メキシコも当然金っていうプレッシャーが、高野にはすごく重かったんじゃないかなって、そういう体調が崩されたりしたり。そっから体調が崩れるんですか？まず、やっぱり体調からですよね。ストレスですよね。眠れなくなるし、いつも夢の中でソ連と戦ってる夢。今まさにそのソ連の話が出てきましたが、はい、そのメキシコは決勝戦、決勝リーグでメキシコとも戦った、はい、そうですね。解消に対して、いや解消、解消できた3-0だったね。第一戦目ですよね。そうだ。はい。でその決勝戦、まあ順調に勝ち抜かれて決勝戦でソ連と戦った。うん、でそのメキシコと最初に上がれた時ももちろん会場にはメキシコ人がたくさん詰めかけて、でハポンハポンって応援してくださったんです。ハポンってはハポンっておっしゃる日本のことを、日本のことを、ジャポンって言わないのね、ハポンハポンって言うんですね。じゃあメキシコ人は自分の国が戦っている試合にもかかわらず日本チームを、日本チームもあの、そう、でもメキシコのチームがさ、得点すればまたもっと喜ぶ。それはそうですよ、ね。でもすごく良かったですよ。だからもう敵ある意味そうですよ、うん。ちゃんとだから暖かかった。そうですね。本当に暖かい国でね。うん、私はもうメキシコはもうなんか第二の母国じゃないです。いや大好きです。ですはい。例えば決勝戦ですこれ。その観客の方、メキシコの地元の人たちもいました。それでも、まあ、日本チームも、日本も今、日本人も来て、競技を終えた方たちの選手たちが、皆さん駆けつけてくださって。じゃあ、満員で、うん、日本チームに対してもそのメキシコ、それから他の国の栄誉が届いてましたから、もう本当に。もうソ連とやってる時は日本ビーキですよ。それより日本だったね。ハポンハポンって応援してください。うん、そうです、そうです。負けてて。うん、そうね。ねえ、うん。そうね。その当時の写真とか、今日持ってきてくださってるって話だったんですけども、その。あ、メキシコの。その当時の写真。当時のね、これ男子でしょ。女子がこの辺にあるんです。もうこうやって、全部ね。ありがとうございます。はい。私です。もう、あとなのにもう、もう、みんなこの、ここも全部、そう。打ちひしがれてるでしょ。いらないと思いました。ほんと、この時はね。なるほど。うん。そう。やはり、もう、それしか考えてなかったからね。なので、やっぱり、うん、目に見えないプレッシャーとかね。それはもう、キャプテンは重圧だった。もう強かったと思います、ね、そういうふうに思ってないんですけど、結局はそうなんですよね。で監督もいざとなった時に、うん、ちょっといつもの監督ではなかったです。それでやっぱり、ね、そうね、同じだったと思う。プレッシャー、うん、勝たねばならぬっていう思いがすごく強かったと思うんですね。お若いし36歳、7歳、37だったらまだまだ、そうですよ、本当に若かった。で負け知らずでずっと来た監督ですので、なおさらですね。しかしながら世間、日本の世間としてはそのオリンピック、メキシコシティオリンピック68年にあった年とか、うん、その翌年もそのアタックのパワーとか、はい、ブームでしたかね。女子バレーブームっていうのが生きてきて、はい、で皆さんまさにそれの立役者と思うんですが、サインは V っていう映画とかね、それは日立にね、全部、来ました。モデルが。モデル。そう、同じ日立の。同じ日立。はい。はい。はい。そう。やはりそのオリンピック
ック、メキシコシティオリンピックでは金メダルとある意味、不本意な結果に終わったわけですが、もしかしたら社会全体としては女子バレーが人気です。ママさんバレーでも。ママさんバレーもその後そう、そこから始まりましたね。東京オリンピック後から盛んになりました。こっから盛んになりました。どうですか、それはやはり皆さんはその中心にいた人物として、この64年、68年、オリンピック前後のこのバレー熱、女子バレー熱っていうのを感じますか？感じました。ものすごく感じました。もう、どこ行っても。千代田体育館で試合、例えばするときに、30、40、50の、関係です。もういつも満席です。で、今日はテレビ局が入るからって言うとみんな、いや、頑張っちゃおうとか言う感じです。それぐらい。それはもう、日本ではね、ずっと勝ってましたから、それで若い人たちが、ちょっと代表が半分、6人ね。そうですよね。そうなんですよ。その68年のオリンピックのその女子。うん、バレー代表は、はい、その全選手中約半数がうちたちなんですよね。そう、ね、そうで若かったですから、あとの半分はもうみんな先輩なんですよね。で結構経験してる人も多いのでね。で私は本当にそう、でもこの日立ってその目上とかそういう縦の、ね、列あまり本当にあの初代っていうか作る、そう、もうみんな同じ同年代で作ったので、先輩後輩学んでないので、すいません、先輩後輩。ないのよね。だから気楽ですけど、他はもう絶対っていうのが、そうです、ね、あの時代はね。あの特に日暮海賊なんか特にね。はい、うん。あの、そうそうそう。そうですよね。で、68年のメキシコシティオリンピックは本番であったわけですが、はい、お話聞くと67年も、あのプレーオリンピックや事前合宿なので、メキシコでその時のお二人が初めて、はい、そうです、そうですね、はい、最初まずメキシコでオリンピックをやるのでメキシコに行きましょうと思って、どう感じましたか？なんかね、遠くてこう、行ったことのない世界でしたから、すごく楽しみに。そうですか。はい。で、ラテン系なので明るくて、うん、太陽の国で楽しいところだっていうのは伺っていました。はい。なので、楽しみに。本当伺いました。本当に楽しそうだったね。オリンピックは楽しかったです。もう楽しかったです。オリンピックはどこのあたりで？もうシティで。シティでどれぐらいらしゃったんですか？もう1ヶ月ぐらい。シティに1ヶ月その間にちょこっとこうね、あのグアダラハラとか。そうそう。それは旅行ではなくて、それはちょっと休養みたいな。メキシコチームと一緒に。一緒に遊びながら、試合も、試合して。はい。試合しながら。しながら行ったんだよね。メキシコチームと触れ合いつつ、なんかこう、言葉もちょっと。そうです、もうね、一緒に肩組んだりとかね、はい、あの、チームメイトみたいな感じで、ね、はい、すごい和やかな、楽しい旅でした。ピラミッドに一緒に行ったのも、もう一緒の選手。選手メキシコの選手たちとね。で、ロボット。太陽と月のところ。そうです、そうです。はい、すごい高いとこですけど、ね、階段をね。そうなんです。今お話しになったように、メキシコ自体はそもそも標高が高い。高いですね。2000メートル。はい。これはおそらくプロの競技をされる、スポーツされるのが最初まず一つ。もう1週間は慣れない。2週間ぐらいかかったわね。だからちょっと長い。そう、頭が痛いし、あの、コートを走るにも、もうハーハーしてしまうし。息苦しかったね。ね、うん、やはりその日本から太平洋を渡って、うん、もうちゃんと先ほどおっしゃったように、まさに遠い国で、うん、言葉も文化も全く違う。うん、普通今お二方楽しみに行かれたっていう話だったんですが、はい、まあ、不安も大きい方もいらっしゃったんですか？それはもう。人はもう全然思わなかったね。思わない。誰もそういう不安を感じた人誰もいないと思います。うん、あのマリアッチとかね、うん、夜食事のたんびにそのホテルのレストランに来てくださって、あの、こう、明るいそのマリアッチの音楽を演奏してくださったりね。で、みんな、その、食事中にその、踊る、うん、必ず踊るんですよね。はいはい、我々はもうその、踊りなんかできないので、ただ食べる。でもすごくこう、なんて言うんだろう、こんな明るくね、明るく食事しながらこういうっていうね。うん、
だから、すっごい楽しい。開けた。うん、そう。やっぱり明るいね。いい国だなっていうのは、すごい印象に。それとかほら、バス乗ったり、公園でも歌ったり、あとほら、周りの人たちが、恋人同士がもう抱き合ったりする。ね、そういう、もう、私たち若い、私たちの恋人が欲しいではないですけど、人たち。もう、っていう、そう。そうです。すごい、それ、すごく、そういうこともオープンな国でしたよね。すごく楽しくてね、良かったですよ。だから様々な、その、地理的、文化的言葉も、どんな壁があったとしても、ある意味こう、メキシコ人が皆さんを、当たり前に。そうです。もう本当にそうですね。ウェルカムしてくださいました。うんはい、あ。なので、嫌な思い出ってあまりないです。メキシコ、その、勝敗のことは別ですけれど。それ以外は、楽しかった。メキシコ楽しかった、ねうん。その前にヨーロッパ遠征とか何回も行ってるんですね。はい、単独チームで行ったり、ナショナルで行ったり。でも、やっぱり私はメキシコがすごく印象に残ってるので、今日のこの運びに感謝でございます。はい、ありがとうございます。本当にね。まさか我々も今回のオリンピック、まあ、東京オリンピックが開催されるということで、はい、日本とメキシコ、その文脈によって何か関わりがあるかなと思って、64年の東京オリンピックから68年の、はいはい、バトンが回るそうですね。はい、成果が果たされたわけです。はい、なので、やはりその68年のオリンピック、メキシコ市のオリンピックを注視してみると、やはり日本の選手団の活躍、もちろんサッカーなんかもかなり伸びました。そうでした。はい。どう、うんうんうん。しかしながらやっぱり女子バレーのあの当時のやはり日本の世間の盛り上がりっていうのはやはり特別なものがあって、はい。まあ、次はもう二方をこのようにお迎えして、いろんなお話を伺えるってことは私たちにとって非常に光栄です。本当にね、こちらこそ。本当に思い出して、電話で話してたら、ずっともうよく覚えてるしね。そんなことないんですよ。本当もう切れないぐらいおしゃべりして。何かメキシコの当時のあれをこれは面白いよ。これは印象に残ってるなってエピソードありますか？あなたのがあるんじゃない？例えば選手村とか、そう石原裕次郎とかさ、はい、知らないでしょ亡くなって飛行機事故で亡くなった坂本九さんとかね。はいみんなこういらしたんで、見てインタビューするんですけど、はい、女子はシャットアウト。監督がの、そういう、もう、はい、っていう金にかけてるから、もう本当にもうね、だからバレエだけが、もう本当になんて言うんだろう。プレッシャーの中に。そう、その中に。本当、今ならそういうことは多分ないと思いますけど、今の。時代ならね、バレーボールの世界もね。でもその情熱が私たちも、やっぱり、勝たねばっていう思いでね、それが逆にプレッシャーになっちゃったかもしれない。しかしながら今お二方、まあ、それ特に高橋さんは、現在でもそのママさんバレーや高校で、はい、バレーを教えていらっしゃって、今違う形で、今は、バレー界に貢献されているところで、そうですね、地域の皆さんに。はい、ママさん教室をずっと、ほんと45年ぐらい、うん。そのまま続いてるから、で、一番上の人でも73ぐらい、うん、で、それでもやってるんですよ。そう。もうそれやってるんですよ。私はまだ教えたり、こういうのはまだサーブも打てますし、すごいずっと続けてるとできるんですよ。内出血しちゃうんですよ。そう本当にすごい。68年のこの銀という結果はもう今二方、実は悔しい結果だったので、我々からしたら驚きの回答だったんですが、そこから今日までそんな形でバレエと関わってらっしゃって、まあ、今年また日本の地にバレエが戻ってくると。あ、そんな感じですね。はい、頑張ってますね、今、はい。うん、頑張ってくれるといいわね。プレッシャーはないのにと思いますけどね、なんかいつも。なんでお二方にもメキシコの68年であって、まあ、プレッシャーの中にも、その裏には楽しいこともあるなっていう、そういう。今だからこそ楽しかったっていう思い出ですね。でも、そう、青春時代でした。そうですね。うん。いい青春。本当に思い切って、それに打ち込めるっていう青春時代は。何年かは打ち込めたことのね。宝物です。そ
それがメキシコにあったってことは今我々は思います。もう私たち初めて行って、そう。はい。そう。あ、はい、こちらの方こそ、ね、今日も嬉しいもんね。来てね。はい。じゃあ本日は68年メキシコオリンピック女子バレー代表、はい、高さん、大塚様、はい、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。無茶苦茶。無茶苦茶。無茶苦茶。この番組をお聞きの皆様、長いお時間お付き合いくださりありがとうございます。今後もメキシコと日本の関係というテーマでスペイン語と日本語で幅広く取り上げていく予定です。この番組を気に入っていただけましたら、お友達やご家族にもぜひシェアしてください。またコメント、ご質問、アドバイスなど受け付けておりますので、メキシコ大使館のメールアドレス info.jpn@sre.gov.mx までお寄せください。またメキシコ大使館の SNS もフォローしていただけると嬉しいです。それではまた、アスタプロント。